わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。今ちょうど19時になりましたと。じゃあやっていきましょう。来たね、究極の人たち墓守のウェザエモン、やっていきましょう。今回ね、3日と5時間だったかな。案外降臨時間短めなんで難易度はそんな高くないと思うんだけど、もうねこれ強いっしょっていうキャラを4体編成してきたんで、これでいこうと思います。一応ゼロコンティニー専用ステージ、受けたダメージによって攻撃力アップ。だから地雷はねワンチャンどうなんだろう。まあでもビックリマークついてるからさすがにロックオンだと思うけどね。で弱点効果アップとハートなし。ハートなしで役に立つのは誰ですか。そう、回復エムを持った聖子ちゃんです。だから今回はね回復役で聖子ちゃんを1体と自身の三落を入れて、あれあ、そう。変えまーす。聖子ちゃん出せなくなってしまったんで、こんな動画でごめんね、ごめんねってやつですね。はい、じゃあローズでも入れとこうかな。貫通入れようかと思ったけど、とにかく初回で勝ちに行くとしたら、こっちかなと。いうわけで、やっていきましょう。まあ、ちょっと回復役変わっちゃったけど、ただローザにか、ローザか。ローザもね、回復役持ってるんで、悪くないと思うんだよね。勝ちに行こう。ゲージはいいや。よし。いやー、予想するに原作通りであれば、もう即死が山のように飛んでくる感じ？切ない思いを込めて。その即死をどう回避していくかみたいな感じかな。あー、やっぱ勝ちだ。で、剣があるね。あー、ダメージ受けようが現状はないから、とりあえず剣回収しつつ、はまんなきゃダメかな。あ、はまんなきゃダメだった。いや、一手損したな。これ求められてるのははまれだ。で、多分、シールド貼ってないとこれ即死なんだろうね。いや、そういう原作再現か。はい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 。ちょっともう一手捨てるよ。ちょっと剣派で合わせるときつい。な、ワンセット持ってってくればラッキーだったけど、そういうわけもいかんか。これでモンタナちゃんでハマって、で次、もう縦3つだけど、次がね、多分痛い攻撃来るから、そこでシールド貼るのは間違いじゃないと思いたいけど、あ、減少攻撃。おいおい、回復なしステージでそれはよろしくないんじゃないかい？全部回収しちゃうかな、これ。お、でもワンチャン削り切れそうな。ワンチャンだけど削り切れそうな感じだね。剣なくても一応いけるんだ。で、ここでシールド貼ってなかったら即負けしてた。OK？殴っていこう。意味ねえな。やっぱこれか。これで、何が出る？ダメよ？あ、地雷やっぱ6本だ。スモックと加速とヒーリング出してくるねー。加速壁右か。左から回って、あ、入れ張ったんですけど。これ案外入れ張きついな。火ダメすげえでいてえわ。はい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 。ただもうワンチャン来てるね。もうワンチャンもらえてる。カウンターキラーは発動しやすいね。確実に下から通ってって。あ、いい殴りいい殴り。いい殴り入ってるよ。OK。でもこれあれかな。先にさ、盾取ってからダメージスモーク突っ込んだら、ほぼほぼノーダメになっちゃうのかな。多分そういう仕様あると思うから、もう縦軸で引っ張ってやると回復しづらいってことを考えたら、今剣持ってないんだよ、三落。縦余計、あ、でも2個踏めるか。2個踏んで、縦取って、剣取って、回復してから倒す。あー、この HP か。あれ、マップ回復あったっけ？マップ回復は？あった、OK。ホモロちゃん剣は持ってる。痛い攻撃はまだ現状ない。とりあえずハマっとこうか。で、2P のローザは剣、あ、持ってねえ、やべ。でもさっきの感じ、綺麗にはまれば倒せそうな感じあったよね。最悪地雷は対応しなくても大丈夫そう。まあ、何ターン起爆かわかんないけどね。結構それ次第のところもある。あ、やっぱり、はまれば OK だ、別に。剣なしでもはまれば OK ってことがわかりました。敵が殴ってくればこれでモンタナカウンターキラーごちそうさまです。殴ってこないね。OK、スモック出て。
これ精子結構強くない？マジで。お、倒さなくていい。あ、いいね。そうだね、蘇生の音聞こえるから、多分これ蘇生はされたらまずいから、こっちも下回るよね。うん、いい感じに創設できたおかげでスッと抜けれた。紋章つけるのは、これヒーリングオールマスターつけたら結構でかいね。回復力上がるのはうまい。さあ、そしたら捨てさんやっていきましょう。まあ、1回のミスで即死っていうのは原作再現としては素晴らしい。なぜ中央弱点？ん？中央弱点？中央弱点ってことは、なんか内部を通るような友情コンボ。ああ、ローザのとこにパネルあるわ。ダメを展開してんのね。とりあえずめっちゃ回復できた。貫通になれば、あれか、天使はただただ回復要素か。そしてこれキリンの、ごめん、パッとリアクションできなかったから、これキリンのあれだね。最終形態だね。ダメをか。今全部剣になっちゃってるから、ダメを振りまくったし、普通に負けるんじゃないのこれ。ロゴさん回復持ってからワンチャンそれで。てか、ボス弱は？ここボス弱なしか。いや、ダメをちゃんと痛えし。あ、でもめっちゃ削ってくれてる。で、回復量は5万ぐらいはしてんのかな？痛い。そうだね。やっぱ途中で先に拾ったらダメだから。いや、倒しに行っちゃうか、これ。でも貫通でそもそも天使倒せば OK っぽいから、貫通で天使倒すの優先しつつ、あれ、キリン。おーのゲージ切ると弱点出るんだ。ほほほほ。原作再現すごいね。これ今コア出てる状態か。なんか楽しくなってきたよ。したら、これも先にもらっちゃうとまずいから、ファーストキラー乗っけ、倒す。で、縦パネ。縦は別に回収しなくてよかったか。友情全く入んないね。やっぱしっかり火だめを追って、なおかつ剣パネル持った状態で殴るが前提だね。いや、なかなかどうして。剣パネルは回収しやすいんだけど、この位置か。いけるか、これ。よし、危ね。いや、硬い硬い。あれ？回復量めっちゃ上がった？回復量がめっちゃ上がった気がしないでもないんだが、気のせいかしら。剣取る。剣取る、ダメをもらう。薄くいっていいかな、これは。ちょっと盾もらえんけど。決めちゃえばいいよ。あ、決まらんかった。あぶねえ。そして友情ダメージは本当に入んねえな。今回これね、スキルなしで攻略すると、なんかストライカーカードかなんかもらえるから、そこが難易度高めなところなのかな。これも先にだな。先にダメをくれてから、剣、加速して、暴れる前提なんだけど、とにかく、天使は倒す。あ、めっちゃ回復もらった。けど、そろそろ即死近いか。次か。いや、なかなかどうしてだな。ビーランを難しくした感じだね、本当に。やっぱこれどうしても先に盾取りそうな感じなんだけど。いや、これでいくか。ゼロ突破まではしたくない。あ、やらかしたかもしれん。倒せてない。友情で？通れ！あ、通らん。通らん。あ、通った。通ったよ。コアを破壊した。オッケー。行くぞ。セカンドプランの申し子よ。我が聖天体制に。おぉ、かっけー。いいよ、気合入ってるよ。で、さっきの感じで分かったのは、とにかく価値は普通に倒せる。で、今別に盾必要ない。あー、ダメだ。これね、気をつけて。次で痛い攻撃してくるけど、初手で剣取らないと盾パネルないわ。危ない危ない。さすが初見、さすが初見殺し。しっかり殺しにかかってきた。あ、投下するんだ。回収必須か。
回収しつつ倒せよってことね。 OK。 さあ次に求めてくるのはまあ雑魚の同時処理か。でこれどんぐらい食らうんだろうね。あーどうなんだろう、これ10万とかなのかな、わかんないけど。即死球っぽいな。なんかヒーリングウォールが左右展開、ただ貫通じゃないから、これ結構動きむずくない、求められてるの。パック使うか。いや、ダメだ。気が早い、気が早い。モンタナって触れた敵に遅延だっけ？そうだよね。でももう一発は打てそうにないから、今回遅延をね、3種類打てるわけよ。モンタナ、ホムラちゃん、パック。ここの雑魚処理。でも逆に言えばここで使っとけば、後が怖くねえか。ここで使っとけばもう一回モンタナ溜まるべ。お前、儒教家じゃなかったっけ？やっべ、間違えた。しかも、一体しか増えてないから、何にも意味ない。いやー、バカやったなー。これ負けるかもしれん。これのせいで。いやー、これ貫通欲しいな。これ私、貫通欲しいと思います案件なんだけど。あ、でもいい感じに。倒すなよ。ちょっと待って、火ダメいって、盾は必須でも倒さなきゃまずいから、これなんで横に張ってるわけ。でも先にもらわなきゃダメだから、暴れギミックで加速して回復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 。オッケー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 、いい感じ。ありがとう。で、さっきね、貫通パネルで攻撃するっていうターンがあったから、ワンチャン反射で精査死ぬかもしれない。ここで使うわ。いやでも、1個じゃ心もとないか。やっぱ2個欲しいな。これ貫通いたらめっちゃ楽じゃない？私気づいちゃったんだけど。貫通いたらめっちゃ楽なけん。ダメだな、こういくわ。これで剣パネによってワンチャン弱点一回叩けんじゃないかな。どう？殴れてないか？てか3箇所もあったんか、弱点この子。ウェザーも3箇所弱点は嬉しいんだけど、友情は、さほど入らんな。さあ、さっきの頭割り SS を打った、タナちゃん。レザバリキラーが生きるのか。一応。ああ、まあまあ入る、まあまあ入る。いや、まあまあだな。盾管理ミスったら負けってわけね。いや、いいよ。マジでそういう再現は好きなんだけど、1個でも結構入ったから、ファーストキラー持ちの3だったらもっと入んじゃね。あー、さほど、そうか、長バラか。長バラの差が出てるね。じゃあホムラちゃん、いや加速欲しいな、または貫通タイプ。これ貫通、いやー一体欲しい。貫通一体欲しい剣についてだね。うん、いいダメージ、いいダメージ。さあパック打つかどうかだな。初見で勝ちましたっていうアピールをしたいっていうね、私の癒やしい心も出てるから。弱点右でしょ、多分。さすがに次の攻撃は盾持ってても負けるから、絶対負ける。パック打つわ。だいたいパックスと勝つんだよね、そのまま。でもまあ、ご期待に応えようか。いやー、モンタナの SS 食ったのがバカすぎる。オッケー。よし、じゃあボスにやっていきましょう。やっぱり貫通きたか。で、ダメよ。うわー、もうビーラだ。剣持ち必須。これ左下、あれバフ先広かったっけ、そんなに。
ここで剣取らないと多分死ぬべ。初手はこれでいいや。初手はとりあえず防いで、これどんぐらい食らってんだろうな本来。そのわからん。で、三楽は、ファーストキラーの金があるから、こっちから行かんと、後悔することになる。危なかったね。左下倒せてなかったら積んでたわ。いや、助かった助かった。これで右上友情でいける。下多分上友情で解けるでしょこれ。あ、届いた。危ね。あ、上倒せてね。危ね危ね。ふぅ、いいね。いい具合にヒヤヒヤするね。痛えし。ごめん、ここはもう盾しかないからちょっと回復しよっか。あ、でもローズ剣持ってるね。よっ。これでめちゃんこ回復で敵の強い攻撃食います。うぅ、残り2ターンか。そろそろがっつり攻めないとマジで負ける。上天使いねえじゃん。今棚は剣持ってないよね。あ、持ってるわ。持ってるんか。じゃあとりあえずこれでいいや。いや、ダメか。でも戻ってこれるかな。加速して剣取って殴る。いや、あんまり入ってない。三楽行くか。ごめんね。本当はラストゲームは取っておきたかったんだけど、勝つためだ。許してほしい。ちょっと回復は捨てるわ。最高に楽しんでるぜ。 OK、 こんだけ殴りで入ってるからさすがにダメージは通る。いや、本当は縦軸が良かったんだけど、上にさ縦はいっちゃってるから多分縦取った時点でダメをもらえないんだよ。最高に楽しんでるぜ。いいね。さあ HP0 突破して問題あるかどうかだよな。あ、そっか、回復し、あ、めっちゃ入ってんじゃんダメージ。いや、マジで三楽、三楽待ってたよ君のそういうの。遅延かけておくよ。いや、もう勝ちに行こう、勝ちに行こう。ちょっとずるかったけど勝ちに行こう。遅延かけの演出最高で、あー、そっか、もしか、あー違うわ、こいつら倒さんとか。いやー、三楽超仕事したんだけど。で、防具ダウンが入って、あー、スモック来ました。そしたらこれ貫通になれないからハマれってことでしょ。あー、で天使で回復か。はい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 、 OK、 バンジー OK。最後は一周回って三楽で決めよう。これで決めてこ、これが縦じゃなければ。剣湧いた、 OK。 ありがとうよウェザエモン、楽しかったぜ。いい難易度だった。ここで決まればかっこよかったんだけどね。なんていうか全然入ってねえな。あれ、もしやラストの削り案外きつい感じか。いやー、かっこ悪いね今の。ダメもらう。で、次に痛い攻撃してくるから、盾返しは必須ね。そう。ここで調子乗って負けてるのが私だから。わあ、すっごいなんか地味に削る。よくないな。真ん中のやつ倒したね。そうすると何か起きる。あ、ルートが取りやすくなるのか。はいはいはい。で、ローズちゃん。そう。君、ジャクロ。もう決めようぜ。
OK。究極の転生、言葉は移りて祝いに転ず、あっぱれである。最高かよ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます、まあ、とりあえず勝てた。なんかあれだね、本当に初見殺しのムーブが多かったけど面白かったです。まあ、そもそも相手の最初の声があれ即死なんか分かんないけどね。じゃバイバイ。ラスゲなんかごめん。